シャー・アーラム2世は、北、インド、ムガル帝国の、第十五代君主。単にシャー・アーラムとも呼ばれる。父は、第十四代君主アーラムギール2世。母は、ズイーナトマハル。1759年11月29日、父であり、皇帝であった、アーラムギール2世は、最初ガーズイー・ウッディン・ハーンに殺害され、これにより、帝位を継承した。 1761年からは、アワド大主シュジャー・ウッタウラと手を結んだが、1765年に、ブックサールの戦いで、イギリスに大敗北を起死した。その後、1771年に、マラーターのシンディアや党主マハーダージー・シンディアと手を結び、1772年にデリーへと戻った。1772年から10年にわたり、 武将ミルザー・ナジャフ・ハーンが活躍したが、その死後、1788年にはその軍事活動の報復で、シャン・アーラム2世はグラーム・カー・ィル・ハーンに盲目にされた。その後、再びマハーダー・ジー・シンディアの保護に入った。1803年、第二次マラーター戦争により、テート・デリーが占領された後、1806年11月19日に死亡した。 ガーズイウッディーン・ハーン1728年6月15日、シャン・アーラム2世子とアリー・ガウハールは、ムガル帝国の皇帝アーラムギール2世とその日、ズイーナとマハルとの間に生まれた。1758年、ガーズイウッディーン・ハーンは、アリー・ガウハールが邪魔になるだろうと判断し、デリーの邸宅を包囲したが、彼はその軍を突っ切って逃げた。アリー・ガウハールは、 デリーから遠く離れた地で暮らすこととなり、ベンガルトビハールで、ムガル帝国の領土の拡大のため遠征を計画し、1759年初頭からは、ベンガル大使の領土に侵攻していた。それから14年間、彼は、デリーに戻ることはなかった。だが、その間、11月29日に父であり、皇帝であった、アーラムギール2世は、最初ガーズイーウッディーンに殺害され、 最初は代わりに、シャー・ジャハーン3世を擁立した。アーラム・ギー・エル・二世暗殺の方は、12月には、アリー・ガウハールの元にも伝わり、同月24日に彼は定位を占し、シャー・アーラム2世となった。ここに、帝国では2人の皇帝が並立することになったが、正式な皇帝は、アーラム・ギー・エル2世の息子たる、シャー・アーラム2世であり、シャー・ジャハーンは、 対立皇帝に過ぎないとされている。イギリスの主官と面会する、シャー・アーラム2世。だが、ベンガル大主ミール・ジャー・ファルが、イギリス東インド会社に援助を求めたため、シャー・アーラム2世の軍は、その介入により破れ、西ビハールまで逃げた。同年末にシャー・アーラム2世は再びベンガルに兵を、進め、1761年1月15日に、 イギリス軍と交戦したが敗れた。その後、彼は、イギリスのベンガル、ビハールにおける、権益要求を認める代わりに、日額1800ルピーが当てがわれることとなった。しかし、後にイギリスと決裂し、アワード大使、シュジャー・ウッタウラを頼って、ファイザーバードへと赴き、その保護下に入った。アワード大使の保護下に入ったことで、1762年2月15日に、 シャー・アーラム2世は、シュジャー・ウッダウラを帝国の最小に認じた。一方、最小ガーズ・イー・ウッディン・ハーンは、アーラム・ギール2世の殺害後、クグツの皇帝シャー・ジャハーン3世を要して、権力を行使していた。アフガン王、アフマド・シャー・ドゥ・ダーニーは、すでに侵攻の最中にあり、3月に、これに呼応する形で、マラーター王国もデリーに向けて、遠征軍を出した。そして、 1760年10月10日に、シャージャハーン3世は退位させられ、ガーズイ・ウッディーン・ハーンは失脚した。そして、シャン・アーラム2世が、ベンガル・ビファールで遠征を行っていた時、1761年1月14日に、マラーター同盟の大軍とアフマドシャー・ドゥッダーニーのアフガン軍が激突した。この日の戦いはマラーター同盟のみならず、ムガル帝国にとっても、 インド全土にとっても運命を決定づけるものとなった。この日の戦いでマラーター同盟軍はアフガン軍に大敗し、主だった指揮官や族長をはじめた数が死亡した。だが、アフマドシャード・ダーニーはマラーター同盟に対象したものの、本国で反乱が起きたため帰国しなければならなかった。とはいえ、インド最大の勢力だったマラーター同盟の結束は崩れ、後にイギリスが マラーター同盟の内紛に介入するようになり、三次に渡るマラーター戦争を招くこととなった。なお、同年3月、アフマド・シャー・ドゥ・ダーニーは、カンダ・ハールへと帰還する際、シャン・アーラム2世を帝国の皇帝として追認した。ディーワーニーを授けるシャン・アーラム2世1761年以降、シャン・アーラム2世は、アワド大使、シュジャー・ウッタウラの保護を受け、 同年から1762年にかけて、デリー進出を図ったが失敗した。そうした中、1763年末に前、ベンガル大使ミール・カーシムがイギリスとの争いに敗れて、アワドに逃げてきた。こうして、皇帝シャー・アーラム2世、アワド大使、シュジャー・ウッダウラ、全ベンガル大使ミール・カーシムの間に三者同盟が結成され、三者はまずミール・カーシムのために、 ベンガルを取り戻すことを決定した。そして、1764年10月23日、三者、連合軍は、ビファールとアワドの宗教にあるブクサールで、イギリス東インド会社の軍と改戦した。だが、皇帝軍は内通者があり、兵が動かず、ミール・カーシム軍は、給料未払いで兵士に戦意がなかったため、実際は、アワド大衆の軍と、 イギリス東インド会社軍との戦いであった。戦いは1日で終結し、結果はイギリスの圧勝で終わり、連合軍は大敗を喫死した。その後、イギリス東インド会社は戦後処理として、アワド大衆、シュジャー・ウッタウラにミール・カーシムを捕らえさせ投獄し、翌1765年8月16日に、シャン・アーラム2世とアラー・ハーバード条約を締結した。 イギリスは、シャン・アーラム2世からベンガル、ィハール、オリッサ3州のディー,ワーニーを獲得し、その代わり260万ルピーの再兵を皇帝に送ることとなった。ディー,ワーニーとは皇帝よりディーンと呼ばれる各州の財務長官に与えられる職務、権限を意味し、その権限は主に税の徴税、支出を含むものであった。イギリスは皇帝の代理人として、 税の徴収にあたる D1 の役職に任命されただけだったが、彼らは事実上の領有権を主張し、帝国の与えた D1 によってそれらの土地の支配が正当化されたと判断した。これにより、イギリスはベンガル、ビハール、オリッサを領有して事実上の大使となり、皇帝や地方の大使もこれら地方の権利を失い、これ以降インドの植民地化をさらに推し進めるようになった。 また、イギリスは、アワード大使に、アラー・ハーバードと、コラー年額280万ルピーの価値のある土地を、会社に活用させ、それを皇帝に与えた。皇軍する、シャー・アーラム2世1765年以降、イギリスは、ムガル帝国の後見人になり、皇帝シャー・アーラム2世は、完全に、年金生活者化し、アラー・ハーバードの居場で生活していた。 シャー・アーラム2世はイギリスを信頼しており、1768年に彼がイギリスに宛てた手紙からもそれが伺うことができる。しかし、同年にシャー・アーラム2世のためデリーの宮廷を守っていたナジーブ・ハーンが健康上の衰えを理由にデリーから追放されてしまった。交代号から家族から頻繁に来る手紙により、シャー・アーラム2世は憂慮が深まった。そうした中、 1769年末以降、マラーターが北インド一帯のアフガン勢力を制圧し、1771年2月10日に、シンディア家の当主マハーダージー・シンディアがその過程で、デリーを占領した。イギリスの助力は当てにならなかったため、同年にシャー・アーラム2世は、デリー付近に勢力を持つマハーダージー・シンディアと協定を結んだ。このマハーダージー・シンディアは、マラーターの有力諸行で、 第三次パーニーパット戦いに参加し、敗戦の後自国で軍備増強を行い、いち早く近代兵器を取り入れて自国に軍事工場を作るなど近代化彼の率いるシンディア家はマラーター同盟で最も強情であった。事実、シャーアーラム二世にデリーに戻れるよう誘いをかけたのも他ならぬ彼であった。こうして、同年5月にシャーアーラム二世はアラーハーバードを出発し、 1772年1月3日に、デリー付近で家族と再会し、6日に、デリーに帰還した。ミールザー・ナジャフ・ハーン・デリーの実験は、今やマハーダー・ジー・シンディアの手中にあり、彼はローヒルカンドへと進撃し、アワド大使、シュジャー・ウッタウラを圧迫した。だが、同年8月に、マラウター王国の最小ナー・ラー・ヤン・ラオが、死に同盟に緊張が走ったことで、来た。 インドからデカン地方へと移動してしまった。さて、シャン・アーラム2世がデリーへ帰還した後、ムガル帝国最後の英雄と呼ばれた軍総司令官ミールザー・ナジャフ・ハーンという人物が台頭した。この人物はかつてイランを支配したサファビー朝の末裔でもあった。有能な政治家であり、軍人だったミールザー・ナジャフ・ハーンは、デリーにおける皇帝の権威を確立し、最新の軍事技術に遅れ、 劣らないようにするため、外国の技術者や士官を雇い、弱体化していたムガル帝国の再建に努めた。彼は、銃や火砲など、武器の近代化を図り、不評、騎兵など8万5千人から9万人からなる、ムガル帝国軍を再建に成功し、帝国軍を強化した。こうして、1772年からミエルザーナジャフ・ハーンが死ぬまでの10年間を通して、 パンジャーブの宿京都から領土を奪い、アーグラ付近に勢力を張っていた、ジャート族のバラトプル王国を破り、アフガン系ローヒラー族に対しても攻撃する、断固とした態度を取った。なお、1779年の宿京都とローヒラー族連合軍との戦いでは、ミールザー・ナジャフハーンは、敵兵五千を殺害するなど、決定的な勝利を収めている。そして、 1782年4月26日、ミールザー・ナジャフ・ハーンが死ぬまでに、ムガル帝国の権威は、パンジャーブのサトレジ川から、アーグラの南の密林に至る地域、ガンジス川から、ラージャスターンのジャイプル王国に至るまでのまで回復を、果たしていた。帝国の周辺諸国はその権威を認め、遠く離れた国境を接さない南インドの君主、マイソール王国の支配者ハイダル・アリー及び、 カルナータカ大使、ムハンマド・アリー・ハーンも、死者を宮廷に送り、皇帝シャア・アーラム2世と、たびたび書簡を交換していた。マハーダージ・シンディア・ミールザー・ナジャフ・ハーンの死後、その副官4人によるその地位を引き継ごうとして争い、ムガル帝国の国力は再び衰退した。その後、同年に第一次マラーター戦争が終結したことにより、マハーダージ・シンディアもこの争いに介入し、 ミールザー・ナジャフ・フハーンの副官4人の争いを制圧し、ムガル帝国の情勢を安定化させた。そして、シャン・アーラム2世は、マハーダー・ジー・シンディアの功績を認め、1784年12月4日に、ムガル帝国の摂政と軍総司令官に命じ、マハーダー・ジー・シンディアは事実上北インドの支配者となった。ただし、この地位は、莫大な功能と引き換えに与えられたものである。 だが、マハーダージー・シンディアがヒンドゥー教徒であるにもかかわらず、帝国の摂政と軍総司令官になったことは、宮廷の遺マハーダージー・シンディアは、勢力拡大のために軍事活動を続けたが、1787年7月に、ラージャスターンのラールソートで、ラージュプートの連合軍に敗北を喫した。彼はその責任を追求されて権力が弱まり、 ヒンドゥー教徒が殺政であることに対して憤慨していたイスラーム教徒がその排斥に集結することとなってデリーから撤退した。盲目にされた皇帝シャー・アーラム2世、マハーダージー・シンディアが失脚した結果、シャー・アーラム2世は孤立し、コムハンマド・シャーの日、マリカ・ウザマーニーは陰謀を企てていた。彼女は1754年にシャー・アーラム2世の父、 アーラムギーイル二世の即位に際し、彼女のケーアフマドシャーが、ガーズイウッディーンファーンに、敗位、盲目にされたことを恨みに思っており、そのため、シャーアーラム二世を敗して、アフマドシャーの息子ビーダール・バフットを定位につけようと、考えた。その一方、ナジーブ・ハーンの孫で、ローヒラー族の族長グラーム・カーディル・ハーンもまた、1778年に、帝国。これらのことから、 両者の利害は一致し、マリカ・ウザマーニーは、グラーム・カー・ィル・ハーンと結び、グラーム・カー・ィル・ハーンは彼女から協力金として120万、ルピーの支払いを受けている。1788年7月18日、グラーム・カー・ィル・ハーン率いるローヒラー族の軍は、デリーを占領し、デリー城内とその周辺に4000の部下を配置して、皇帝と巫女の武器を奪った。その後、 7月30日にシャー・アーラム2世を廃し、ビーダール・バフトをジャハーン・シャーの名で定位につけ、自身の苦別とした。その後、アフガン兵は宮殿から財宝を略奪し、官,官を殴り殺して助官を拷問にかけたため、8月11日にシャー・アーラム2世が不満を言うと、グラーム・カー・ディル・ハーンは彼を盲目にした。翌12日、シャー・アーラム2世が、 グラーム・カー・ィル・ハーンを罵る。無論、ジャハーン・シャーやその母マリカ・ウザ・マーニーも、例外ではなく、協力関係にあった彼らも、グラーム・カー・ィル・ハーンに財宝を引き渡さなければ、ならなかった。マリカ・ウザ・マーニーが、これ以上引き渡す財宝はないというと、グラーム・カー・ィル・ハーンは高級に部下を送り込み、女性の衣服を剥ぎ取り、床を掘り起こし、壁を破壊してまで財宝を探させた。 しかし、2ヶ月後、グラーム・カー・ディル・ハーンの軍に、食料を不足が起こり、その上、マハーダージ・シンディアの率いる軍が近づいてきたため、10月2日に、彼は略奪した2億5000万ルーピーもの財宝と共に、デリーから撤退した。その翌日、シンディア家の軍が、ローヒラー族の軍と入れ替わる形で、デリーに入り、皇帝を保護した。その後、ローヒラー族の軍は、 追撃を受けて、次々に捕らえられ、奪い返された財宝は帝国に返された。1789年3月にグラームカ・ディル、ハーンも捕らえられた後殺害され、シャー・アーラム2世が望んだようにその眼球、鼻、耳がデリーに届けられた。このように、帝国は常に、北インドの有力者に左右され続け、マラーターの勢力下で何とか存続することができた。 マハーダージー・シンディアとマーダブ・ラオ・ナーラー・ヤン1790年9月9日、マハーダージー・シンディアは皇帝シャアアーラム2世に王国最小、マーダブ・ラオ・ナーラー・ヤンを皇帝代理人に任じさせ、自分が北インドにおける王国最小の代理であることに認めさせた。1794年2月12日にマハーダージー・シンディアは死亡し、ムガル帝国は 大いなる被護者を失った。マハーダージーシンディアの死後、親族のダウラトラーをシンディアが後を継いだが、この頃からシンディア家は次第に弱体化していった。その一方で、イギリスは東、インドを制圧した後南インドに兵を進め、1799年5月に、マイソール王国を第四次マイソール戦争で破り、帝国の中心だったマイソール王、ティプー・スルターンも死んだ。イギリスが、 南インド一帯を制圧するなど、インドの植民地化が一段と進んでいる。また、1800年4月に、マラウター王国の有力者、ナーナー・ファダナビースが死ぬと、最小バージー・ラー・オニセイと、シンディア家やホールカル家、ボーンスレー家など、マラウター諸公との関係が悪化した。1802年12月に、バージー・ラー・オニセイは、マラウター諸公に対抗するため、 イギリス東インド会社と軍事保護条約を結んで領土の一部を割譲し、1803年5月にプネーを追われていた彼はこの条約により、イギリス軍の援助で再び同地に戻った。だが、このことや条約に不満だったマラーター諸行のシンディアやホールカルケ、ボーンスレーケなどとイギリス東インド会社との間で、同年8月8日に第二次マラーター戦争が勃発した。 無論、ムガル帝国もシンディア家の保護下にあったため、第二次マラーター戦争に巻き込まれ、同年9月11日にイギリス東インド会社軍がデリー市内でシンディア家の軍に攻撃と交戦した。両軍はデリー城下で激しく争ったが、決着は1日でつき、シンディア家は死傷者3000人を出して敗北し、ムガル帝国はイギリスの保護下に入った。 シャー・アーラム2世と停身。横には、皇太子アクバルがいる、シャー・アーラム2世の母病をその後、イギリス軍の司令官、ジェラルド・レイクは、デリー城に入城し、9月14日にシャー・アーラム2世に、越見した。ジェラルド・レイクの部下はこの時の状況を記述し、レイクの報告書を受け取ったリチャード・ウェルズリーはそれに、自身の言葉を付け加え、物語風にして書き綴った。 その内容は次のようなものだった。その後、同年12月30日にシンディア家とイギリスと間に、講和条約、スールジー・アンジャンガーオン条約が結ばれ、シンディア家がデリー、アーグラなどの地域を割上するとともに、再びイギリスがムガル帝国の貢献人となり、皇帝は再び完全に年金生活者化させられた。こうして、 1707年のアウラングゼーブの死後、一世紀に渡り続いたムガル帝国の動乱はついに事実上収束するに至った。その後、1804年10月8日から19日にかけて、第二次マラーター戦争の最中に、ホールカルケの軍がデリーを包囲した。だが、これはイギリスの駐在軍に向けられたものであり、むしろ皇帝をイギリスから解放するためのものでもあった。その後、 1805年5月23日、ムガル帝国とイギリスとの間に条約が結ばれ、デリー周辺の地域の税収入と、月額9万ルピーが支払われることとなった。そして、1806年11月10日にシャー・アーラム2世は、帝都デリーで死亡し、その長い治世を終えた。帝位は、息子のアクバル2世が継承した。シャー・アーラム2世。 シャー・アーラム2世は探求心があり、学問を好んだ人物であった。彼は詩人としてアーフターブのペンネームを持ち、詩集 D1 アーフターブを作成した。また、シャー・アーラム2世は、宮廷のペルシア語のみならず、民衆の間でも広く使われていたウルドゥー語、外国語のトルコ語やアラビア語なども熟知していた知識人だ。性質計六人。即質。 計28人、計37人の息子、40人、ありがとうございます。